そしてあそこ行くどこ行く、あぶなー、うわうわおー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 あーしか言えねえだろうが。惜しいですね今非常に。惜しくねえだろう。いやいや全然惜しいですよ今のは。ものすごい落としましたよ今。ゴリゴリゴリ、いやいい迫力だね。いやいやいやちょっと待ってくださいよ、中断です。あらあら、無理っすか、やめときます、やめときます。稲田くんリタイア。稲田内次郎選手右ホイールリムアレリタイア、リタイアという情報です。俺のスペアホイールを大ちゃんに、うん、おかちんの車取っちゃえばいいんだよ。いやいや、いやいや、車、いや車ごと、車ごと違うよ、俺の車じゃないよ。俺のホイール大ちゃん、おかちんが俺の車使えってさ。誰がそんなこと言ったんだよ。もうほんと勘弁してよ、もう俺選手が選手として成り立たないから本当に。そうだよね、今本気で言ってるよね。明日のシードがおかちにシードで明日は走れるの決まってるわけだから、今車壊されたら頭痛いよね本当に。おかちんから泣きが入りました。稲田くん治りました。はい、拍手稲田大二郎。よ稲田くん3本目ラスト、ゼッケン55番稲田大二郎、前回の第一戦に引き続きまだ1本も成功しておりません。あー来たよ来たよ来たよ、降りてきた。ある意味別の意味で緊張いたします。あれあれ、あー乗った同点に乗った。ありえない。これはもうわざととしか言いようがない。この人はおかしいじゃないか。ちょっと待ってよ。ちょっとなんでああなるの。滑っちゃった。どうしたんすか。滑っちゃった。ここに斜めになんで立てかけてあんの車が。恵比寿でもさ、あそこで同で乗る人いないでしょ。いないです。いないですね。そうだよね。いないです。ねえよな。イカ天でも見たことない。どうなっちゃったんでしょうかね、この人。すごい人だな、本当に。またごつあんですか。え、ちょっと言ってみるんだ、ごつあんって。ありがとうございました。よし。じゃあ今日はこれくらいで勘弁しよう。いやー、これ今日グリップしていったの言ったんだよ。あー、やばかった。予選全走行終了し、ピットで結果発表。ドリフトの聖地と呼ばれる恵比寿で健全な競争を勝ち抜いた選手たち20名が得点順に発表された。別の意味で見せ場を作った親父ドリフターズの結果は誰の目にも火を見るよりも明らかなのだが、以上20名が明日の明日の決勝戦に進みます。皆さん頑張ってください。いや、助けに今日は失敗した。本当失敗したけどさ、はい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 、なんか関東賞って何か、関東賞って関東賞あんだけみんな盛り上げたんだぞ。はっきり言って俺何位、そうです、いや、そうか、早くプリントしろよ、これ50 54位までしか書いてねえじゃねえかよ、おい下プリント、いやすいません、これ入ってない、これ下がこれだ、下のプリント、もう帰ろう、もう帰ろう、ありました、下がありました、もう帰るぞ俺は、ありました、これ今日はお前この間と違った本気だぞ、また次な、これ演出じゃねえぞ。今日の果敢なる稲田大二郎先生の走りに拍手。じゃあ次は、はい、最終戦だろ、最終戦、最終戦、あの権利はない、最終戦です、席やな、席や、じゃあぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。さようなら。どうでしたか、はい、どうでしたか、ええ、楽しかったです。あの練習の成果がしっかり出たんで。出ましたね。練習でスピンを連発してたから、そのスピンをそのまんま行っちゃった、そのままやっちゃいましたね。でも普段の従業員の前の緊張感と違って、もっとなんか新鮮な緊張感がありました。楽しいですね。ほら楽しいです、楽しいですね。
でも、そう、楽しければいいんだよ。そうなの、そうなの、そうだよ。そういうのを聞いてみんな忘れたりよ。ゴルフ行った時間、それが時間で一番伸ばします。さて大ちゃん、まあ、無事に、無事にというか、まあ、とりあえず予選終了しました。これで D1 ストリートリーガル2回、ね、2回終了しました。今回はね、走りの仲間を増やした。小倉社長も来たし、チューナーの風間も走ったし、これでしばらくちょっと空くので、これからは今度大ちゃんの次期マシン180をそのマシンメイク、それをちょっとこう参考に、みんなこれから参加したいとか、見てて楽しいやつらにも分かるようなマシンメイクをちょっとやろうと思ってますね。180のかっこいいと綺麗なやつこれ作っていくから、まあ、ストレートリーガルファンみたいな車をちょっと作ってみましょうですね。はい、じゃあそういうことでみんな楽しみにしてくれよ。